治安が悪いで有名だ足立区竹の塚をお散歩。日向ぼっこしてるおじさん。寒いから風邪をひかないか心配です。竹の塚にはフィリピンパブがたくさんあります。やばい人を怒らせるとこうなります。駅周辺には飲み屋さんがたくさんありました。夜行ったらまた違う印象なんですかね。なんか美味しそうなラーメン屋さんを発見。ここいいね、ここ人気だ。文字のデザインがとっても怖い。小林一作のなんとかかんとか写真が1枚しかない。他の写真は盗まれたんでしょうか。ここにうちのさ画像載っけてもいいかな。小林一茶です。とても閑静な住宅街で入ってきました。すごい思ったより平和かも。マスク2枚してるから厳重。いい街ですね。なんかヤバそうな匂いのする一軒家を発見。ちょっと見て、これは匂いますね。普通の人じゃないでしょ。ヤバい人の、はい、絶対ヤバい人の家です。隣の人もなかなかやばいかも。すごい家の主。家の主。お邪魔します。すげえ、これお家ですか。これお家すごい。お邪魔していいですか。よかった、やばい人じゃないかも。かわいい、かわいい。ん、これでここで生活してるんですか。ここ生活するんです。すげえ。いや、やっぱりやばい人だ。あら素敵。すごいよ。こんなかわいいの。しかもなんかすごい、めっちゃアートなの。これ、普通に自宅にお邪魔してる感じなんですかね。そんな感じ。もうもはや変態。天井も。辻です。辻さん、はい、辻さんだって、辻ちゃん。ピンクじゃないところはないんですか。ピンクじゃない。これ、どこですか。寝床は。寝床。こう足場がね、足場すげー、トイレだってこれすごいよ。まずトイレのぬいぐるみ、かわいいね、よく見たら。すごい黄色い円もある。でもちゃんとピンクの、アインシュタインやん。アインシュタインに見られながら、もはやここでおしっことうんちをしたら全部ピンクなものが出てきそう。靴は出がないんだってね。お風呂なんか何、死刑すごいよ。辻ちゃん、嘘でしょ。俺に文句を言うなだって。めちゃくちゃ面白い。大興奮。常になんか目線を感じたりとかしないんですか。これ自分で書いて、自分で書いてるから全然感じない。絵がいっぱい。コーヒーカップなんですけど。コーヒー
キーカップでかくないですか。え、これこれ乗ってくださいね。乗るの。これね、乗りますよ。え、これすごい。いいいいよ。ありがとうございます。乗っけてもらっちゃった。ピンクに焼けちゃうぜ。すげえ、これに乗っちゃった。辻ちゃん面白い。面白すぎる。こういうピンク作ってるんですか。絵を描き始めたのは20年前。ああすごい。ここは8年前から。ああ。何年ですか。43です。ええー、見えない。そうなんですか。子供とばあちゃん。この方、この絵の方がおばあちゃん。おばあちゃんです。超ギャル。ギャル。見た後のやつじゃないですか。おばあちゃんの最大。食べた後のやつ。これまだ開いてないやつなのかなって思ったら、よく見て。これが辻ちゃんのおばあちゃんへの愛情の表現なのかもしれません。2階にも行ってきました。おしゃれ。キクリウインナー、ロマンティックな。2階はすごい作品の部屋。さっきの部屋も作品の部屋だけど、なんかここで描いたりしてるんですか。え、ここの部屋で。これもかわいい。キラキラ。誰ですか。このこれマスワーカー翼さん。木なんですか。マスワーカーさんが、うん、ギャルマックスだった時に勧めた。ギャルギャルが好きなんだ。確かに全部なんかギャルっぽい人の。あの世界性かわいい。あれも小学生の作品です。小学生。昔小学生がいっぱい来た時期に、放課後一緒に絵描いたんです。へえ、そうなんだ。似顔を描いてほしい、読み終わった本も全部ピンクにしちゃったんだって。辻さんできました。できました。あ、なんだ、わー、これうちの色のオーラ。うわー、ピンクじゃないですか。ピンクの、超嬉しい。飾るんだけど。ありがとうございます。ブランコもある。え、すごいですね。ちゃんと固定されてる。レインボーオーラって言われた。素敵。すごい。でもいいの、本当にそれでって。それ買うの。かわいい。うちピンクの絵買いました。これどこに飾ろう。紙袋にもいっぱい絵を描いてくれた辻ちゃん、優しい。星もいっぱい描いてる。これ捨てれないよ。これどうやって飾るん、紙袋って。嬉しい。うわー、また来るね。また来てください。パス買わないと。年パスも売ってるんだよ。バイバーイ。じちゃんいい人だったし、めっちゃ皆さん行ってみてください。みんなも絶対朝倉画廊行ってみてね。うちが見た足立区竹の塚はとっても不思議な街でした。バイバイ。